かった、覚えててくれたんだ。そうか、じゃあ僕も今度読んでみる。もうじき取りに来るはずなんだ。せかして悪かったな。牧村くん、ちょっと。ねえ、起きてよ。こんなとこで何してんのよ。カノカじゃないわよ。君がどうしてここにいるの？
私には何よりも大事なことだわ。君にはわからないかもしれないけど、小説を書くってことは、私にとってとても大事なことなの。今はうまく言えないけど、とにかく私はみんなを見返してやりたいの。小説を書くことにこだわってるわけじゃないの。正直、小説でなくてもよかったのかもしれない。とにかく、みんなを見返してやりたかった。みんなよ。私の周りにいる人みんな。こんな気持ち、君にはわからないでしょうけど、私が何かやろうとするとね、みんなが言うの、女の子のくせに。逆にね、何かできないことがあっても、女の子だから仕方ないね、慰められた。私にはそのことがすごく不満だったの。私、とにかく負けることが嫌だったの。男の子にも大人にも、もちろん女の子にも。私女の子だからって自分から言ってる人、そういう人見てるともうイライラしてきちゃって、目標
標に向かって生きてく方が面白いと思うけどな。任せて。